こんにちは、速稼塾の久保です。今回ね、私が YouTube にログインしたら、なんかね、 YouTube を2000本上げたらどうなったみたいなことをね、やってる YouTuber さんいらっしゃって、あ、そういえばこれやってなかったなと思ったんで、私もちょっとね、お話しさせてもらいます。 YouTube 私今ね1万1000本上がってるんですよ。で、限定公開もありますんで、実際限定公開を開放すると倍ぐらいにはなるんですけども、まあね、1万本を突破したと考えてください。1万本を突破した YouTube のアップロード、再生数そんなに多くなくてもいいんですよ。ただ私一番大きいね、再生数は50万回ぐらいのがあったり、10万回とか20万回とかパラパラあるんですよね。でもやっぱりね、1回動画を上げて、大体私が見込んでるのは100回前後なんですよ、再生数。まあ100回前後の再生数でも1万本上げると、まあそうですね、100万回再生ってことになりますよね。まあ、有名 YouTuber さんでしたら1本で100万回とか再生されるんですけども、まあ、私の場合はですね、その1回1回の再生は確かに少ないんですよ。ただ安定して100なんですよ。この安定した100っていうところに対して、私がね、どんな戦略を持っているかっていうこともちょっとお話しますけど、まあ戦略ってことでもないんですけどね。で、今回は単純に動画を1万本上げたらどうなるってことをお話します。まあ一番気になるのが、いくら儲かるって話でしょうね。私の場合ですね、広告収入は先月20万円ぐらいで、その前も20数万円ですね。で、今月は多分18万ぐらいになると思います。広告収入はこんな感じです。で、広告収入以外の売り上げっていうのも YouTube に関しては上がってるんですよ。まあこれはコンテンツ販売だったりするんですけども、トータルで考えて一体ね、いくらぐらい利益になったか、儲かったかってことをお話ししたいと思いますね。まあちょっと励みになるかもしれません。あの、今ね、スマホを持ってらっしゃって YouTube を見ていることができる方、あなたですね、 YouTube を見てることができる方っていうのは YouTube アップロードもできると思うんですよ。じゃあ今日から YouTube を1万本ね、アップロードしたら何が起きるかってことをちょっとお話しますね。金額的にはだいたい1億円あなたのところに入ります。あの、経費はかかりません。だって私の場合、初期の頃は編集とかしてたんですよ。でも今は編集してませんよね。ただこれでベタログに喋ってるだけで、しかもタワーマンションでも喋ってないし、セミナー会場でも喋ってないんですよ。本当にこのまんま普段の暮らしの中で、普段の暮らしのまま喋ってます。夏になったらね、底が開いたりとか、後ろのなんか滑り台アンパンマンのありますけども、あれは今年から導入されたんですよ。で、多分一番最初って私がね、夜間を上に置いたストーブでダラダラと喋ってると思います。変わってないのはこの格好ぐらいですかね。主に和服で喋ってますからね。まあ私、隠居 YouTuber でございますんで、もう社会との関わりほとんど持ってません。毎日こうやってカメラに向かって喋ってるだけですね。気持ち悪いですね。その辺で人が見てたら気持ち悪いですよ。独り言で言ってるだけですから、相手もいないのに。というところで、こんなノー編集のテロップすら入れてない、 BGM も効果音も何にも入れてない、手間をかけてない動画で1万本上げれば1億円ということでございます。多分ね、1億円稼ぐ方法なんか思いつくって言ったら、なかなかないと思うんですよね。私、不動産の事業してても3000万円ぐらいの物件を購入して、毎月入ってくるお金5万円とかですからね。全然リスクリア度は合わないんですよ。でもこうやって原価もかからないし、手間もかからないし、たった一人で動画上げてるだけ。しかも中にはですね、シーケルトンボの動画があったりとか、わけのわからない動画があったりで、私結構言葉がもつれたりするのをね、よく自覚してるんですけども、それそのまま上げてるでしょ。時には対談したり、誰かの動画についてのレビューをしたりね、あのパンを、菓子パンを食べてるのをやったりとか、いろいろやってますね。さっきもね、ヨーグルトについて喋ってるのがあったんですよ。さっきスーパー行ってたまたまヨーグルト買ったんですけども、あ、ちょっとこれ喋ろうみたいなこと言ってね、そういうなんか諸々の統一感のない動画をドーンと出していって1億円と、まあ実際もっともっとあるんですけどね、1億円としておきましょう。1億円はもう確実に、このなんですかね、私の YouTube チャンネルから上がってますんで。で、その1億円を1万本の動画で割ると、なんとね、1本の動画作るのに1万円ってことになるんですよ、売り上げ、1個より利益みたいなのがね。これすごくないですか。動画1本1万円だったらやらないですか。その代わり私、1日に数十本という動画をアップロードしますね。だから暇だとこれができますね、やっぱりね。でも私、もともと2015年の8月までは麻雀屋の親父だったんですよ。16時間勤務の麻雀店の親父でも毎日10本20本の動画を上げてました、その頃から。そんな多くないですけどね、なんか楽しかったんですよね。それから勤務している状態を動画で撮って、動画で上げてるってこともしてましたんで、今でもね、多分麻雀屋の店内の動画って上がってるんじゃないかなと思うんですよ。それから飲食店に行った時に飲食のレビューなんて、その頃もやってましたしね。だからね、
ネタって別に何でもいいんですよ。雪が降ってきたっていうふうに5秒ぐらいの動画を上げてたこともありますしね。それから車載動画って言って、まあ、車にほらドライブレコードあるじゃないですか。あそこ SD カード抜いてただ上げてるだけとかってのもありますしね。結構再生されてるんです。それが不思議ですよね。何もないんですけどね。ただ道路こわーって言ってるだけなんですけどね。あとは農場に行った時にアヒルを撮ってるやつとかね、アヒルが泳いでるのを撮ってたりとか、まあ今でしたらカモが池に近所の公園とかにいるんで、それカモを撮ってたりね、10秒ぐらいの動画。それからさ、ヤマト君がいろいろね、子供がやってるのとかを5秒とか10秒で撮ってるのもあるでしょ。1分ぐらいの動画とか。そんなね、もう何の工夫もない、何の資格もない、種も資格もないような動画をブラーっとやって、自分の思う通りにやって、このありさまでございます。まあですので私本当にね、YouTube、もしね、見てるんだったら、やった方がいいですよ。で、1万本動画上げてみたらいいと思いますよ。1億円。ね、私はそれを体験しましたんで。だから、これがね、じゃあ、1000本、2000本上げたらどうなるのっていうことは、動画概要欄に花井龍馬さんの、動画をね、上げときます。2000本上げたらどうなるのかみたいなのがありますんで、ちょっとそれを見ていただければいいと思うんですよ。まあ、YouTube 見てるんだったら、絶対やった方がいいです。見てるのもやるのも変わんないですよ。で、なんか顔出しがどうとかっていうことを言いますけども、もしね、もしですよ、お金の問題解決をしたいんだったら、そんなね、顔出しがどうとか言ってる場合じゃなくて、出た方がいいですよ。本当に。そしたら多くの方から信頼もされるし、多くの方からものすごく期待もされますしね、本当に自分の、存在価値っていうのを体験できるんじゃないかなと思います。まあたまにね、いやらしい言葉飛んできますけども、それは別にリアルな世界でもあるでしょ。なんか小学校の時いじめられましたみたいな。あそこまでひどくないですから。で、社会に出てパワハラに遭いました。そんなひどくないですから、YouTube でいじめられるってのは。どうってことないですから。コメント読まなきゃいいんでね、もともと。だから、昔嫌な思いをしたんだったら、それ以上の嫌な思いをすることはないんでね。YouTube の方が楽ですよ。もう、なんか、最初から勝ってるようなもんですよ。YouTube をやってる時点で。まあ、それはね、花井龍馬さんも、別に、そうだよねって思うと思いますよ。いや、YouTube やってる人みんな思うんじゃないですかね。ということですね。1万本の動画を上げると、1億円。以上は、儲かるんじゃないかなというふうなね、私の体験からお話ししました。いってらっしゃい。